村井里仕立ては、日本の実業家、YouTuber。アップバンク株式会社代表取締役兼創業者。4月に防衛大学校に入学したが、7月に校、対抗。対抗から2日後に、株式会社ダイアックスに入社。2月に株式会社 GT エージェンシーを設立。10月に、宮下安明と共同で、ウェブサイトアップバンクを立ち上げる。 福岡ドームの始球式にて投球。テレビ番組にも出演。お願い。ランキングでは iPhone や iPad で使える最新アプリケーションが知りたい。のコーナーに出演し、木村拓也らと共演した。最先端 IT 情報商革命テレビでは、アップリドプリのコーナーで毎週出演し、雨上がり決死隊、小林真也らと共演していた。2012年に、 アップバンク株式会社を法人化、代表取締役 CEO を2015年3月まで、務めた。10月から YouTube で、動画投稿、ニコニコチャンネルで、マックスムライ、チャンネルを始めた。初めての著書となる、自伝本、マックスムラムライサ里シ立てを語る。を発売し、シングル、限界突破で、マスターシックスファンデーションから、メジャーデビュー。 2020年6月26日現在も石川観光特使に就任。1月22日の取締役会でアップバンク株式会社の代表取締役 CEO に再び就任した。石川県立七尾高等学校卒業。その後、防衛大学校に入校したが3ヶ月で退校2000年ガイアックス入社。営業を経て上場後には、 執行役員まで務めた。2006年に GTA ジェンシーを設立。同社代表取締役社長の後、同社が運営するアプリ、ポケットベガスの総合プロデューサーを務めた。サイトアップバンクを共同で立ち上げ、その取締役メディア事業部長を務める。イントリポストマンを名乗りアップバンクにライターとして投稿を行う。その後、YouTube チャンネル開設後、 マックス・ムライと名乗っている。ガイアックス執行役員、ドリームワークス理事、アップバンク代表取締役 CEO、アップバンクゲームス株式会社取締役を務めた。マックス・ムライに関するカテゴリー、ありがとうございます。